U-BOT-21 ーー型は第二次世界大戦中のドイツ海軍の潜水艦。大西洋の戦いでは進歩を続ける連合国の対戦部隊に対しドイツ潜水艦隊の主力だったセブン型やナイン型などの従来型潜水艦は性能的に不利な状況に追い込まれていた。この状況を見た海軍総司令官、カールデイニッツはそれまでのセブン型。 9型を主力とした潜水艦の建造計画を大きく変更し、全力で水中高速型潜水艦を建造することとした。早期の戦列化を可能にするため、艦隊の設計はバルター機関を動力とした水中高速艦として設計されていたズバイブ型のものを流用している。艦隊は円筒を上下につないだような形をしており、 水中航行用の蓄電池を多数搭載しても十分な管内容積を確保することができた。多数の蓄電池と新たに開発されたモーターの組み合わせにより本型の最大水中速力は当時の潜水艦としては桁外れの17.5ノットに達した。その後1945年4月までに288隻の建造が予定された。建造に際しては徹底した。 ブロック工法が採用されており、32箇所の造船所及び鉄工所で建造された船体を11箇所の造船所に集めた上で、偽装工事を実施し、さらに偽装の完了した船体を3箇所の造船所で、組み立てるという体制で建造された。一番艦は1944年5月に竣工し、それ以降も続々と竣工していったが、燃料不足や、 乗員の訓練や頻発した初期不良の調整に手間取ったため、出撃できた21型は少数にとどまり、終戦までの間の戦火、戦歴等はほとんどない。しかし、水中行動を主とするこの型の設計思想は、アメリカ海軍のアルバコアやソ連海軍のズールー型潜水艦など、戦後多くの国の潜水艦の設計に影響を与えた。また、 戦後に接収した本型を使用して行われた対戦訓練では当時最も優れていると言われたアメリカイギリス海軍の対戦部隊をもってしても本型を探知できなかったという逸話が残っている。接収直後の U-3008 流線型の船体がよくわかるアメリカが作成した図面。ありがとうございます。